よし今のうちに鉄インゴットの加熱を始めておいてっと。おっとこれはいけない大変失礼いたしました。どうも皆さんこんばんは。仕事ができる女、ゆっくり霊夢です。いきなり挨拶で自分に花丸をあげないでほしい。ゆっくりマリサです。自己肯定感は常に監視とさせておきたい。ゆっくり霊夢だよ。自己啓発本でも読んだの？さて我々は前回連結の金床を作ったのでいよいよ鉄製ツールが作れるようになりました。だから早速インゴットを加熱して加工する準備をしてたんだね。その通り私は仕事ができる女、好きあらばねじ込んでくるぜん。なのでこうして挨拶をしてる時間も一切無駄にしません。これによって挨拶が終わると同時に作業を始めるロケットスタートをかます。そして速やかに本日の目標を達成できるってわけよ。本日の目標は何なの？そういえばまだ聞いてなかったな。本日の目標、それはズバリベッド量産計画の始動。ベッド量産計画？これまで我々は長距離の遠征をすると夜が飛ばせずに大幅な時間のロスをしていた。その問題を解決するためには仮拠点にベッドを置いて夜を飛ばしたい。でも近くに羊がいなくてこれ以上ベッドは作れないんじゃなかった？近くにいないし滅多に見つからないから倒すわけにもいかずにこの状況なんだよな。そこで私は考えました。倒せないのなら倒さずに羊毛をゲットすればいいじゃないと。パンがなければケーキを食べればいいじゃない理論だな。多分違うと思うよ。そこで活躍するのが鉄を扱えるようになったことで作れるようになった新アイテム、その名はハサミ。バニラだったらめちゃくちゃ普通のアイテム。それが今回ようやく作れるようになったわけだな。その通り、ハサミがあれば辻切りのごとく羊から羊毛を刈ることが可能。倒さないから何度も取れてベッド大量生産って寸法よ。なるほどな。それでハサミを作るためにインゴット加熱してたんだな。仕事ができる女ですからね。さあそれじゃあハサミ作って羊毛を買って刈りまくるわよ。しかしこの時仕事ができる女、ゆっくり霊夢は気づいていなかった。辻切りのごとく羊毛を刈り取ることはこの世界では許されないこと。じゃあこいつは仕事ができる女ではないよね。看板に偽りありだよね。景品表示法違反だよね。私は景品ではねえよ。というわけで速やかにハサミの作成に取り掛かる霊夢。無駄話してる間に加熱してたからいい感じになってるな。オープニングトークね。意外と堅実に今日の目標とかも話してるからね。そして温めたインゴットをナイフヘッドに加工。ハサミ作るのにナイフヘッド作るんだな。ナイフヘッドが材料になるんで。そんなわけでナイフヘッドをもう一つ作りまして、これを二つともかなとこに乗せればレシピのところにハサミが登場するのかと思ったら違うみたいですね。またうまくいってねえじゃねえか。仕事ができる女はもはや見る影もないね。どっか行っちゃったんじゃないか。私が探してこようか。目の前にいるだろうが、少なくともお前はもう仕事ができる女ではねえだろ。いやいやそんなことないですからね。これも想定の範囲内ですからね。そう言いながら今絶対裏画面行ってハサミの作り方調べに行ってるよね。いやこれはコーヒー飲みながらクロワッサンを食べるキャリアウーマン的ルーティンをしに行ってるだけですから。この状況でクロワッサン食うルーティンかましに行ってるやつにキャリアは伴わねえよ。やっぱりご飯の方が良かったか。別にご飯派としてクロワッサンに物申してるわけではねえよ。まあ確かにご飯に味噌汁、焼き鮭にお漬物というのもかなり魅力的ですけどね。理想的な朝飯に思いを馳せながらもガイドブック必死に読み漁ってんじゃねえよ。だってどこにもハサミの作り方書いてないんだもん。そんなことで泣くんじゃありません。男の子でしょ。男の子ではねえよ。仕方がないので自力でいろいろ試すことにしたレイム。何をやってもレシピは出ないし作業台にどう並べてもダメ。あとはもう溶接くらいしか思いつかない。十分な温度じゃないって出たね。断層って表示されてるけど作り方としては合ってそうだな。というわけでナイフヘッドをホカホカにして再チャレンジ。さてこれでうまくいくのか。できた。私の睨んだ通り溶接が答えだった。これでとりあえずハサミはできたわけだけども。やっぱり私は仕事ができる女。このくらいは朝飯前よ。さっきクロワッサン食ってただろ。どうですかこのよく切れそうなハサミ。こんなものが作れるようになったなんて私たちも成長しましたね。でも羊毛は刈れないんでしょ。その通り。この世界で羊毛を刈るには羊をある程度懐かせなければいけない。霊夢が当初目論んだ辻切り羊毛狩り戦法は使えないのだ。はい撤収。撤収しようとすんな。このままじゃベッド量産できないだろ。別にベッドなくても困らないんじゃない。ベッドで寝ながら言ってるやつに説得力があると思うなよ。というのは冗談で、私にもちゃんと考えがありますよ。まったく驚かせやがって。なんだかんだ言ってベッドは量産しておきたいからな。そのためにまず畑を耕します。うん。そして大麦の種をまきます。あとは育った大麦を収穫して羊をどこかで見つけて懐かせればいいだけだな。ひょっとしてものすごく長期的な計画を練ってます？ゲーム内時間で約半年ってとこじゃない？時間かかりすぎだろ。この動画投稿されるのいつになるんだよ。いや最近はだいぶ涼しくなってきましたね。秋頃投稿されるのを覚悟した季節トーク始めんな。こんな計画却下に決まってるだろ。とはいえ他に羊毛を集め手段もないし。でもそんなに待てないだろ。ならば今回の目標を少し変更する必要があるようね。目標を変更？一体どんな目標にするって言うんだ？ズバリ今回の新たな目標はベッドを量産するために羊牧場を作る。羊牧場？計画の長期化は避けられないと判断してこの結論に至りました。今回牧場を作って次回以降並行してベッドの量産を目指します。お前ごときにそんなことができるのか？やかましいことこの上ないからな。
というわけで羊牧場の作成に取り掛かる霊夢。まずは自生してる穀物を見つけたい。畑で作ってたらめちゃくちゃ時間かかるからね。穀物は動物を連れてくるのに必要不可欠ですからね。一応ロープを作る手段もあるけどな。そのためには木麻っていう植物が必要なんだけど一度も見たことないからね。穀物類は拠点の近くにも生えたりしてるからこっちの方が現実的なはず。とか言ってたら目の前にそれっぽいのが生えてるね。早速回収。果たしてお目当てのものか。ちゃんとお目当ての穀物、ライ麦をゲット。これで畑で育つのを待つという地獄は回避されたな。まあでも懐かせるためには餌あげなきゃ。だからどの道畑作る必要はありそうだけどね。なるほどな。ベッド作るためには今後薄く伸ばされた地獄を味わっていく必要があるわけだな。モチベーション下げる天才か。あんまり深く考える時が遠くなっちゃうでしょうが、霊夢は普段から深く考えずに生きてるから大丈夫だろ。私の星の数ほどある長所の一つが役に立つわけですね。多分トータルで見たら短所だろ。まあ何はともあれ穀物手に入ったし、めでたしめでたしだね。一応近くに有志で寄ってくるかテストしてみますか。羊見つけたのに現場で大パニックだけは避けたいからな。さすがに大丈夫だとは思うけどね。ほらお前の大好きなライ麦だぞ。なんかむしろ避けていってない？いやいやいや、そんなはずないでしょ。ライ麦は正真正銘の穀物なんだから寄ってこなきゃおかしいでしょ。でも現状は霊夢の方が牛に寄っていってるよ。立場逆転しちゃってんじゃねえか。見向きもされてないんだからしょうがないでしょ。ひょっとしたら今牛界隈でライ麦は流行ってないんじゃないか。なるほどね。人間界隈でもやれマカロンだ、生キャラメルだ、タピオカだと騒いでいてもブームが終われば見向きもされなくなるのと一緒ってわけね。急に方々に喧嘩を売るのはおやめください。そうと分かれば私がやるべきことは一つ、密かに取っておいたこの大麦であの牛のハートをわしづかみにしてみせる。思い切り腐ってますけど大丈夫大丈夫。腐っても大麦だから。腐ってもタイみたいに言うなよ。今は腐ってることが問題になってるんだろうが。ほら今流行りの大麦だよ。腐ってる上に流行りでもなんでもないから見向きもされてねえじゃねえか。でもなんで全く反応しないんだろうね。これは一度検証が必要ですね。はい、というわけでやってまいりました。サムネ素材撮影用のクリエイティブワールド。穀物を一通り出して順番に試してるんだけど一切反応なし。他には穀物はないのか。今アイテムスロットに入ってるやつで全部ですね。本当にどれを持っても一切寄ってこないね。それに餌として穀物があげられるはずなのにそれもできないんだよね。だとすると連れてこれないし、生地連れてこれても懐かせられないね。どうするんだよこれじゃあ今日の目標完全に頓挫しちまうじゃねえか。仕方ないからここからはマリサの一発ギャグ5万連発で茶を濁すか。地方の花火大会より段数多いじゃねえか。そんなに一発ギャグないしそれで茶が濁せるわけねえだろ。とりあえず前回持ちきれずに置いてきた鉄鉱石を取ってきました。めちゃくちゃ絵に描いたような茶を濁す作業を消化してやがる。ひとまずこの鉄使って何かするか。そうですよ、これだけ鉄があれば使い放題みたいなものですから、なんだってできちゃいますよ。鉄使い放題だったら前回取ってきた鈴ってもう使う機会ないんじゃ。あーもうほらマリサばっかのかかること言ったから霊夢処理落ちしちゃった。こんなことで処理落ちすんじゃねえよ。そもそも私は間違ったこと言ってないでしょうが。というわけでせっかく取ってきた鈴を役立てるべく聖堂にして鎧一式作っちゃいました。また鎧作っちゃったのかよ。また作っちゃいました。証拠りもなく。証拠りもなくとか言わない。とにかくこれで今回も少しは成果あったと言えるようになりましたからね。ただ茶を濁しただけだろうが。だから鎧の色も茶を濁したような色になってるんだな。これは元からそういう色なんだよ。それに私だって何の考えもなしに茶を濁してたわけじゃないですからね。茶を濁してた自覚はあるんですね。実は鎧を作ってる間に一回火をまたいでるんだけど、その時ひらめいたことがあるんだよな。ふう、今日の撮影も終わったしそろそろ寝るとしますか。ひとまず聖堂の鎧を作って茶を濁すことにしたけど、なんで動物が穀物に反応しないんだろう。何か間違ってるのか。でもガイドブックとかにも餌は穀物って書いてあったしな。まさかバグ。いやでもここまで特に不具合はなかったし。そういえば穀物ってなんか加工できたよな。もしかしたら加工が必要だったのかもしれん。この仮説は検証してみる価値あるぞ。その仮説に気がついた霊夢はいても立ってもいられずに飛び起きてすぐにマイクラを起動して確かめに行ったってわけだな。ぐっすり寝た。寝ちゃった。あんだけ確信に迫る感じの仮説を立てておいて寝ちゃった。まあ布団に入るってことは朝までワークするってことだからね。途中で起きたりはできないよね。睡眠の概念ねじれすぎだろ。そんなわけで穀物をクラフトして再チャレンジしてみたいと思います。どうやらまだ希望の光は残ってるようだな。ってなんかライ麦めっちゃ減ってない？そりゃ鎧を作っていればやがて腹が減る。そこにちょうどライ麦があるとなれば数が減るのはもはや必然よ。なんで食べちゃうかなこの子は。この時点ではさっきの仮説思いついてなかったからね。気づくのがあとちょっと遅かったら手遅れになるところでしたね。すでに手遅れ一歩手前だろ。何はともあれこのライ麦を加工してみるわよ。ナイフと一緒にクラフトしてライ麦の粒にできたね。果たしてこれでうまくいくのか。これでダメだったら次は腐った大麦を粒にして。あれはもう捨てておけ。さあこれで反応するのか。運命の牛チェックいきます。これは寄ってきてるのか。水に入ってるとよくわからないな。ならば自ら出て再チャレンジ。これは寄ってきてるんじゃないのか。一直線に私のところに来た。ようやくうまくいったね。ナイフで加工したやつじゃなきゃダメだったんだな。これで羊牧場が作れる。それじゃあ早速牧場の制作に取り掛かるか。その前に今のうちに餌になる穀物を集めておきましょう。結構な量必要になりそうだしな。種も植えておきまして。作ったライ麦の粒は腐らないように壺に封印しておくと。確か壺は1個あったよな。わざわざ新しく作る必要あったのか。すでにあるやつはゴミ箱とかしてるからね。掃除しろよ。
そういえば牧場はどのあたりに作るとかもう決めてるの？このあたりを整地して作ろうかなって考えてます。この辺ごちゃごちゃしてて今まで一切手をつけてなかったよな。なのでいい加減手入れして拠点らしくしていこうかなと。石とかも結構多いし、これは骨が折れそうだね。ということで各種鉄製ツールを作りました。これで作業もはかどるな。整地のために鉄製のツール作れるようになったなんて進歩したな。まあこうやって気軽に使ったのが後の首を絞める可能性はあるんだけどね。後のことは一切考えてませんからね。皆さんこいつらは何一つ進歩していないようです。おお、さすが鉄製。土がサクサク掘れる。耐久性、作業効率ともに申し分ないね。今の我々が作れる最高のツールだ。しっかりと作業に励むように。なんでちょっと刑務作業を監督する刑務官みたいな言い方なんだよ。20億2845万3259番、死亡厚すみたまえ。桁数いかれてんのか。ゴッサム式の刑務所でもこんな番号にはならねえだろ。では作業の合間に本人確認で自分の番号を言えるわけねえだろ。はい、そんなわけで無駄話をしながらも無事に牧場が完成。相変わらず味もそっけもない作りだな。質実合憲なだけです。無駄な装飾などを省くことで高品質なものを低コストでお届けしてるんです。実際にありそうな売り文句やめろ。霊夢印良品としてブランド化して売り出すか。訴えられるからやめてください。さて牧場もできたし、あとは中に入れる具を捕まえてくるだけね。グッてよな。ここまで来ればあと一歩だな。見つけて連れてくるだけなら楽勝ですからね。それじゃあ早速探しに行くか。サクッと見つけてサクッと連れてくるわよ。全然見つからねえ。さっきまでの異性が秒で崩壊した。編集上は一瞬だけど4時間くらい探してるからね。羊一匹探すのにそんな時間かかることある？もしかして羊絶滅してない？してない。まあでもそう疑いたくなる気持ちもわかるけどね。もうヤギでいいかな。ヤギじゃ羊毛は取れないでしょ。漢字で書けばヤギで羊って入ってるのにね。それでもヤギは羊の代わりにはならないから、このまま当てもなく探し続けるしかないのか。この木はもしかして喋りの緩急激しすぎだろ。オリーブだ。実がなってるオリーブ見たの初めてだな。密かに探し求めてたけどこんなところでお目にかかれるとは。拠点に一本植えてなかったっけ？引っ越してきてすぐに苗木植えたけど未だに実をつけたことはないよ。ちなみに今年は少しだけ実をつけそうです。それでそんなに喜んでたのね。オリーブがあれば作れるものがある。次回もやることができたわ。思わぬ収穫だったな。ところで今はデスルーラ前提の旅だけど全部取っちゃってよかったのか？なんとしてでも羊を見つけろ。羊さえ見つければそこで死んで戻ってくればアイテムを回収して本来の目的に戻ることができる。何の考えもなしにオリーブ全部もぎ取ったミスをキャラにするためにはそれしかないぞ。なんで脊髄反射でそういうミスしちゃうかな。こら脊髄目だぞ。おめえの罪だよ。あそこにいる白い動物はもしかして？絶対羊だ。やっと巡り会えた。2匹いるな。でもどっちも角がないから両方メスだね。ってことは繁殖は無理か。でも懐かせれば毛は何回も枯れるはず。あとはこの2匹を連れて帰るだけよ。というわけでデスルーラで一度拠点に帰還。そして準備を整えて戻ってきました。アイテム消えてなくてよかったな。これでオリーブも持って帰れるな。今回の旅は大収穫ね。あとは羊を拠点に連れていくだけだな。そんなわけで餌で釣って拠点までご案内っと。しっかりついてきてるな。歩くの遅いから何日かかかりそうだな。その点はちゃんと考えて木材持ってきてますから。これで囲って夜をやり過ごす。で餌しまった瞬間一斉に離散していくな。今お前たちの素敵な小屋を作ってるからそこでおとなしく待ってなさい。木材並べただけの雑な小屋だけどね。それでも十分素敵でしょうが。しまった、木材もっと持ってくればよかった。ほんとなんでいつもポンコツをいかんなく発揮するの？全然ポンコツじゃありません。ぴったりになるように持ってきただけです。必死に押し込みながら言っても説得力はねえよ。よし、無事に入った。明らかに木材足らなくて一個原木になっちゃってるよね。ワンポイントアクセントです。嘘ついてんじゃねえよ。そしてなんやかんやありながらも無事に羊を拠点まで連れてこれた模様。これで柵を閉めれば無事に任務完了。って爆速で脱走すんな。出口を完全に理解してる動きだったな。どうやらこの羊は霊夢より賢いようだね。いくらなんでも私より賢いってことはないでしょ。検証してみないとわからないな。検証しなくてもわかるだろうが。はい、今度こそ収容完了。なんとか脱走は阻止できたね。よし、これで羊牧場の完成。これで今回の作業は終了か。あと近所に牛も連れてこようかなと。牛はすぐそこにいるし、不要の事故とかに会う前に連れてきといた方が良さそうだもんな。というわけで牛のところにレッツゴー。ってなんか畑枯れてない？多分枯れてますね。順調に育ってたのに全滅してる。あたりに雪が積もり始めてるし、植えるのが遅すぎたんだね。春になったらすぐに植えなきゃ間に合わないのかもな。そんな、種回収して春に植えるしかないね。ベッド量産計画長引きそうだな。そんな、まあ畑のことは気にしてもしょうがないし、気を取り直して牛を牧場に連れて行きましょう。なんかこの牛ジグザグ歩いてやたら遅いんだけど。これが本家本元の牛歩戦術だぞ。まさか生で見られるとはな。どうする？サインもらっておくか？牛のサインなんかもらってもしょうがないでしょ。霊夢のおでこにお願いします。新手の筋肉マンか。そして牛歩戦術に生え際を交代させながらも牛を牧場に連れてくることに成功する霊夢。別に生え際は交代してねえよ。でもめっちゃイライラはしてたでしょ。はい、というわけで無事に牧場を作ってベッド量産計画が始動しましたね。最近都合が悪くなるとエンディング始める癖がついてきたな。果たして本当にベッドを大量に作れる日が来るのか。来なかったら今日の作業なんだったのって話になっちゃうからね。その結果を知る者はまだ誰もいない。お願いだからお前は自信持ってくるって言ってくれよ。